G1 レースもね、一息入ってということで、今週は京都で都ステークス G3 のダートの重賞があります。やっぱダートのレースなんで、攻め気配は結構直結するかなという印象もあるんですけど、その辺を踏まえながら考えていこうかなと思います。ではまずはじゃあ販路からお話ししていきますかね。そうですね。販路はね、まずやっぱりみんな注目しているのはグレープフランデーだと思いますね。530キロぐらいの大型馬なんで、やっぱりね、気持ちはね、いつも真面目なんで初戦から走ろうとするけども、体がちょっとついてこないっていうのが馬のケースですね。ですから叩いた上積みっていうのは非常に大きいですね。追い切り時間帯は朝一番で、こういう感じの写真でございますけど、結構ね、最後の方はね、頭がね、上に飛ぶような感じがするんです。でも上に飛ぶような感じがあって、なおかつ12秒台っていうことは、相当前にはもうきちんと進んでるっていうことなんで、そこの話、漢方の大きさっていうのは出てたんじゃないかなと思いますね。気持ち的にもこう信頼できる馬なんで、どんどんこう本番に向けてこうちょこどこ上がって、上り坂のもう一回上がってっていう感じじゃないかなと思いますね。はい。あとね、やっぱりみんなケアエレオネの追い切りを見たときに、あんまりいいって思う人はいないんじゃないかと思うんですよね。でこの馬っていうのは本当に追い切るときって、もう嫌そうな感じでね、押されて進んでいくっていう感じがあるんだけど、でもこうやってハードに追うと、次の日と金曜日の朝なんかも気配が全然違って、体がすごい軽くなる。これみゆきジョッキーね、最初は真ん中にいたんだけど、最後やっぱりちょっとこう外立ちの方まで行ってますしね、でもそれぐらい必死で追ったっていうこと でこの馬の場合、本当追った後がすごい変わるっていうことを分かってもらったらいいと思います。馬体はね、やっぱり駒に負けないぐらいのね、この前見た時でもね、やっぱり勝つんじゃないかなっていうぐらいの幅もあったし、すごいルックス的にはものすごく馬体派としてはもう魅力を感じる馬ですね。今日やった中ではね、ナイスミーチューっていつも時計出ないんですよね、この馬ね。ところが今日ミッキータイガーっていう小花500万とまた合わせて52秒台が出たんです。52秒7、39秒0、ラスト13秒2で、わずか半馬審査に遅れに食い下がったっていうところで、この馬の今までの状況を見てたらかなりいい方だなと思いましたよ。選手も同じぐらいの時計出てますもんね。選手は結構今週よりも馬場がさらに悪かった感じで、そういう中でこう時計を出せるようになってきたっていうのは、ちょっとやっぱり力もつけてきたんじゃないかなと思いますね。そうですね。この動かないでみんなちゃんとイメージを持ってると思うんですけど、そういう中で今日の追い切りはナイスミーチュー十分に合格点あると思います。これはいい話かもしれない。はい。コースですね。そうですね。コースはやっぱりキティナとかローマンレジェンドですよね。この馬はもともと攻めは動く馬なんですけど、先週、先々週と結構レベルの高い馬、先週はなんか AC ブラシと合わせてね、ちょっと子供扱いされたような感じの追い切りでしたけどもね。AC ブラシが琴の方が走るね、結構多く馬なんでね。本当に1頭でも1、2番争うぐらい走りますからね。その前にちょっとね、遅れましたけどもね、その先週の結構しっかり追った追い切りがね、カンフサになったから、今週は逆に相手のね、もう内からもうさっとかわすような感じの確かに、滑らかな加速にしてて、ビデオでは相手の馬が映っていなかった。もう一緒に話されましたからね。相手も結構余力あるのかなっていう感じね、直線で。そうですね、追い比べどうかなと思ったら、もう一瞬でね、離すぐらいの瞬発力を見せてたし、本当先週、先々週のハードな追い切りがつながって、今週さらに良くなったかなという感じを受けましたね。ただちょっとね、休み明けなんでね、実際ちょっと大型馬だし、本当は1回使ってからの方がいいかなとは思うんですけども、力出せる体制には整ったかなという感じはあります。あれだけ動ければねという感じは、僕自身もしてます。コースで一番よく見たのはこの馬ですね。他で、その次僕よく見たのはバンヌーボー。今連勝中で勢いも乗ってますけども、1回使って体締まってきましたし、今週も本当、北村雄一ジョッキーが、軽く仕掛けただけで内からぐんと伸びましたしね、体しっかり大きく使えているようなイメージありましたので、この馬も使った上積みっていうのは十分あると思います。ちょっと面白いとかなと思います。結構新鮮さというか、そういった魅力もありますね。そうですね。とはどうでしょう、インカンテーションですかね。そこの馬はもう逆にあまり稽古動かない馬で、点から行くと最後バタッと止まってしまうし、今週は3頭合わせで、
後ろから行って、まあ、前半はゆっくり入って後半足を伸ばすって追い切りだったんですけど、ね、手応えではそんなに、いいとは言えませんけども、ラストはしっかり時計を短縮して12秒台を出しましたし、まあ、こちらも選手に目いっぱいやってゴーシュは多分ラスト10点っていう追い切り頭を言ったと思うんですけどね、大野騎士もこちらに来て、しっかりその調整ができたと思いますので、まあ、この馬もこの馬なりに動けたかなという感じになります。インカンテーションはね、でもね、6月ぐらいの体ではね、細いダート馬としてはまだまだ細かったし、前回がこう体重を、ね、減らしてたっていうのね、478キロっていう、この減らしてたのはすごい気になるんだけど、それからちょっとこう戻ってきた感じがある。まあ、でも見た感じは前回ぐらいかなと思うが同じぐらいです。でもそのハードにやれてるっていうのはね、それで結構緩めたらね、ちょっとあれかなと思うんですけど、先週本当この馬としては半マイル52秒台であんまりない数字ですよね。本当目いっぱいにやって、その前の週も目いっぱいやってるんですよね、馬場思いとか。そういう点では期待込みとかね、そういう体つきりは体調食べて、もうちょっとこう筋肉ついてきたらもう本当の本物になるんじゃないかなっていう感じがするね。本当素質だけで歩かせたようなもんでしょ、ね、それでそんな感じに見えた、体つき見たら、うん、そういう感じで当たるでしょうか。はい、こんな感じで、じゃあちょっと新旧がね、面白いよね。山菜は生きのいい山菜が大小馬っていう感じになってきましたね。そうですね、近所さんもありますしね、休み明けっていうのもちょっとどんなレースになるかちょっと注目です。確かにね、まあ、それを踏まえて予想を我々も考えていきましょう。はい、じゃあそんな感じで締めさせていただきます。はい、ありがとうございました。